もしもし。よう、タボ。ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。今頃気づいたか。お前がいかが。海藤さんはハンピン・リューマンのとこにいる。ああ、そういえば横浜。お前もこっち来られるか。フルメンバー勢ぞろい。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってごますれんな。ごまをすれるのは。お疲れ様、八神さん。そうか、沙織さんのサポート。ああ、そうなると僕は江原さんの構想を。いや、どうだ。八神がいるならいなくていいだろう。星野くんやべえな。僕だって役に立ってる。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろう。うっ、はあ、ギャング俺か。桑名の居場所は。あいにくな。 RK も桑名を探し回ってる。それは裏を返せば。なるほど。桑名さん、この間の生きてるとは思うよ。俺と会った時、あいただ問題は楠本玲子に裏切られたと知った今。俺なら裏切りは許さない。桑名もそう考えるんじゃないか。今頃楠本玲子。ああ、確か。星野くんと東は。ねえ、奥さん、4年前に一人息子が自殺しちまって離婚してないのは手続きする気。敏郎くんと暮らしてた時のまま。僕らも仏壇にお線香だけ。江原は痴漢で捕まっ。興味ないそうです。その裏で息子の仇を撃ってたかもしれ。見てないって言ってました。ええ、なんていうか本当。せっかく横浜まで来たって。美人町で RK はどこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。遠巻きにじっと見てきやがるから。おまけにあいつら美人町に根を下ろす気でいるみてえ。嫌がらせ。ああ、仇の客と思ってると。で、そこへ別の野郎が助けてやる。まるっきりヤクザの。やそれも随分昔のな。相馬は妻だ。いじ、いや、あいつの情報は全然だ。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。公安の手を借りてるならなおさらです。みんなの報告そのようですね。では僕はもう、
つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。ああ、それに引き換え今回勘持ってるっすって空手の腕も全然いい。僕はじゃあそろそろこの後はどうする？タボは今夜はもう上がり。ああどうするよ。じゃあ一晩泊めてもらえる？矢上さん、 ん？いや、そっか。ありがとうございます。矢上さん。
本当？つくもくん上にいるから。つくもくん、八神さん来たよ。何かあったのか。いい、八神。あれはですな、どうやら入れ物って何の。中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画で、動画データ。江原が三越場ヒロを殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。でもおかしいな、実際そのせいなのに中身は、ええ、ただしこのビデオで言えばマスターテープ、合成などいいか。どういうこと。実はこの普通に店で買えるものではなく、書き切り型媒体という、例えばデジタルカメラで何かを撮影、その特性から監視、つまりこの三越場撮影、ええ、検察少なくとも出所不明、ね、もしかしてそこまでは。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ。やん、クワナはこれを。ええ、ですが事前にクワナさんはおそらく、八神氏に公安に追われるクワナさんはどうやってもそれを江原、だから全て。なら俺の答えは決まって、江原や桑名、それが公安を表に。この SD カードは八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があっただな。すいません、まっつんか。さっきミスケンのやつらに聞いて。何かあったのか。ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ、それで八神さんには少し込み入った話な。茜ってお前がよく一緒にいたやべえ連中。最近東京から来た半グレ。なるほど。チヤホヤされているうちにいらねえことまで。八神さんのこととか。まあ別にさ、でももう RK には関わらない方がいい。やっぱ。どうした。茜、そいつらに聞かれたらしいんです。え、それであいつ。なんだと。茜もさすがになんかまずいと思って。八神さん、なんか RK と高田さんと連絡つくか。それが茜の方は。あ、そっか。もしもし茜。松、お前、三越場先生のところ RK の人たちと一緒に。なんで。松、え、八神だ。八神さん、高田です。八神か。誰だ。誰でもいい、すぐこっちに来い。やめろ。来たら教えてやるよ。分かってんだろうが。お前ら。なんだよこれ。ここにいろ。海藤さんと東さんに連絡して今日。行こう、八神さん。もしもし。八神氏、つくもです。高田さんと茜さんが男たち、海藤さんと東は連絡しました。分かった。行くの。タモ、RK の奴らだって相馬もいんのか。それはまだ分かんない。ちょっと待った。つくもか。
お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか？最高だな、お前。分かった、指示出してくれ。よう、来やがったな、八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか？この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ？こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ、後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん高田さんもな。どうやって助けんだ？俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか？誘い出してなぶり殺しにするためだ。だよな。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ。こちら異人町は横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ、二人とも。こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。Hit!
ありがとう。ありがとうございます。悪かったよ。いや、俺が巻き悪いのはお前じゃない。 RK の少なくともお前が。ごめん。じゃあ、相馬。何？茜戻れ。え？一人でのこのこ出て。お前らと話がしたくてさ。実はあいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。5年もだぞ。そのありかをネットに暴露。んなことになったら楠本さんは河合の死体には指紋やらなんやら彼女。でもそれが彼女のためだ。楠本玲子は有能かつ時流に乗った。昔クズを一人殺しただけのことで彼女も今やそいつらを守る。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。必要。ああ、例えば俺が潜入でなきゃそうなってたら東京だから。俺は RK ってね、むやみに叩き潰す秩序の陰では必ず誰。ああ、桑名。ふん。やつと違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越芝殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ。おっと、そう生きり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろ。ほら、痴漢のやつ。その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。城崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に。こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。相馬。
ペイント弾？大丈夫か？あの野郎。よかった。心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？まんまとおちょくられたな。ああ、俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、全部いっぺんには無理だ。まずは江原の酵素で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。ふん、おう。じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、ターボ。頼んだよ、八神さん。え、何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない？うっそ、マジで？急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。もしもし。寝坊しないよ。新宿駅迷惑防止条例違反控訴審。前回第一審での判決は、でも今回弁護側は、検察が被告人の痴漢、一つは池袋から、もう一つは被告人の手から検出。しかし弁護側はそれらを検察の揃えた全ての証拠に対して、検察側、我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時、サングラスにマスクをつけているのが、この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、そして午前9時6分本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た絵、心得ています。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手を掴まれます。ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく、その目的は同日朝に、つまり本件の痴漢行為は一審の判決はその可能性に気づかないまま。憶測です。弁護人の発言を裏付ける。問題はそこです。ええ、確かに替え玉のですが、この可能性は検察、どういうことか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、被告人が現職の警察官、ホームで取り押さえられたのは間違いに駆けつけてきた鉄道警察に逮捕。ただし先ほど電車を飛び出していった痴漢、そのことを示す証拠、
被告人は池袋駅に入場する際。その通りですね。カードに記録された入場時刻は。そう。ですが被告人はつまりその IC カードで改札を通過したのは。いや、もっと自然なのは被告人が殺。そうですね。いろいろと話。弁護人はいたずらに論点をずらさないでいただきたい。あれ？よその。おかしいな。くじけないでください、矢上さん。先ほど防犯映像で電子そのことを示す証。こちらをご覧ください。それは大型。そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は痴漢が逃げていく進路は俯瞰図の薄く色新宿の1日平均の上ですが、この矢印が手替え玉と被告人は。なるほど。ええ、そのですからふ被告人、あなたは一審判決を受ける際裁判長に3日前に横浜の廃ビルから死体が、さらにその死体が巫女。警察もまだ。なぜそんなことができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。巫女柴さんはあなたの長男、ね、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後被告人は敏郎君の自殺、江原さんが息子がいじめにあった。しかし裁判所はその事実を。いじめの噂というのは。そうですね。その中にはいじめか。被告人はそのことをご存知でしたか。ね。では巫女柴さん。異議あり。弁護人の質問は本。また巫女柴弘が殺害。本法廷での素人推理。弁護人いか。巫女柴さんが殺害された件は関連性を強く持っているもの。わかりました。ではせめて手短に。さっきの質問に答えていただけたら終わります。もちろんです。裁判長、つまりこうです。被告人は敏郎君の仇ともいえる巫女柴さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や痴漢としてたかだか6ヶ月の時。それは被告人にとって手。そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ捕まる直後。だったら弁護人はまずその証。いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。こちらが全ての証拠を踏まえた上で検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。なるほど、いいでしょう。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わって。しかし被害者からそのように。被害者女性も替え玉トリックの協力。いやり、今のは被害者。被害者女性の疑惑は濃厚です。その可能性が非常。50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて痴漢した。その言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということですね。何？すると 100% の確信なく。ただの揚げ足取りです。弁護人、被害者女性の疑。ええ、根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。逃走する被告人を最初に転倒させた男性や取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた通勤客、彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。つまり大変不思議なことですが、一見無関係に見えた彼らはみんな知り合いだったんです。ならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。調べたところ彼らは13年前。ところで
先日偉人町で殺害され、そして彼女は4年前に被告人の長男。このことは黒川学園の卒業生。もちろんここでそれらを我々は被告人が痴漢として取り押さえたらしい。その可能性がある限り。裁判長、何でしょう。私は殺人などしていません。起訴す、全ては被告人ではな、弁護士が始めたことです。私はそれを。弁護人いかがで。被告人の言った通りです。ただその記憶喚起のためにある映像を見ていただきます。大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには。それは証拠として出す。あくまで記憶喚起のためという条件で。結構です。出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録した SD カード書き切り型媒体といって、警察が証拠を、つまりそこに記録。あんたは無所を出てからこれを世に。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃ。殺さないで頼むす。敏郎君のことはこの先大したことしてないんですよ。自殺す。やめて、やめ。被告人、この映像似てるかもしれませんね。あなたに殺害されて解剖結果によると10月な。するとその直後7時43分に。弁護人としてはこうした映像がある以上引き続き被告人に。検察側いかがですか。仮にいくら信憑性の高い映像、そのことはあらかじめ申し。検察が私の殺人の事実を否定している。これじゃどっちが私の弁護人か分かりませんね。そうですね。そもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言い。何者ですか。駅の防犯映像に映る被告人はサングラス。 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。検証してみれば分かりますが、池袋駅や電車内で被告。我々は替え玉をしたとおぼしき人物や。では彼らを呼んでその証言をして。その必要はありません。被告人が。私は何知らないそうですよ弁護人。ど殺人動画は確かによくできているが。裁判長、次回本件被。いえ、被告人と被害者は共に痴漢の事実を認め、この状況で被害者の尋問を申請する。それなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに。その可能性もあるって。被害者を出廷させ、さらなる被害者女性の尋問申請。しかし弁護人。裁判長、先ほどの被告人の供述を受け、今少し質問したいことがあります。わかりました。何でしょうか。御子柴博夫を殺害した犯人。私は警視庁の巡査です。遺体は指を折られ、犯人。ではまず私に言えるのは。あなたは息子さんが御子柴に追いつつると。御子柴。裁判長、認めます。江原さん、あなたは10月7日彼がこれ。裁判長。桑名という名前の載った文書。その桑名は被告人に。弁護人、検事の実在するかさえ確認が。ですが被告人の同彼がいなければ江原さんは。違いますか。私は。いえ、あなたは。桑名があなたの復讐心に火をつけ。これになります。何です。あなたはネットの書き込み。学校と裁判で争っていた時でさえあなたはまだそこへ。桑名が。ん、じゃあそれは。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んだ後からすぐ御
彦芝という生徒が探しに来ました。あの時土城くんの怯えてた顔が頭から離れません。4年前土城くんを教えていた沢陽子先生の声です。全て打ち明けてくれました。からかわれて誰も助けてくれなかった。でも私はそれを法廷にまで言ってなかった。本当はそんなこと絶対も証拠もないのに私一人証言したところで、被告人はこの音声を聞かされた。そして三越芝さん、どうですか江原さん。ありません。なるほど。ではこれまでじゃないですか弁護人。私はさっきの音声を。ですが考えてみれば出所不明。映像だって自在に寝て。どういうつもりだ。声の主である沢先生は先日録音した桑名もまた姿、もはやこの音声の内容。私の思い違いだったんでしょうか。あなたはこの音声データの内容をご存じなかったんですか。桑名から聞かされたのでは。知りません。聞いたこともないし私には関係がない。そうですか。ところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。その桑名が消息不明である以上、データは今私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい。今ここで役に立たないならこのデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし、ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。なんでバカな。ダメだ。なぜ消してはダメなんですか。それは三越芝が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと。結局誰一人責任を取らず、誰も罰せられず、息子だけがバカを見た。ええ、そうでしたね。あんたらはなんて無能なんだ。偉そうに法だ正義だとすまし顔で結局真実には届かない。そして俺なんかのアリバイ偽装にコロッと騙される。たかが痴漢と軽く見てちょろいもんだ。お前らがそんなんだから敏郎は命を捨ててまであげた恋を拾えず三越芝を野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。だから俺が三越芝を殺すしかなかったんだ。徳永です。痴漢の現職警官、やっぱり殺しもやってました。あなたは三越芝博を殺害した後新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり痴漢として取り押さえられた。ああそうだ。あなたは法廷に敵意を持つ被告人です。その言葉だけでは信用できません。本当に三越芝さんを殺害したというならあの殺人動画以外に物証はないのですか。本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんで、その方が引き立つでしょう。法の無能さ加減が。何か残ってるんですね三越芝殺しの物証が。ええ。何がですか。妻の住んでるアパートに息子の仏壇があります。そこに三越芝を殺害したナイフが収められている。
奴の血がついたまま。ああ、そのおぶさん、僕手を合わせましたよ。じゃあ手柄を上げ損ねたな。わかりました、すぐ調べに行かせましょう。弁護人、まだ何かありますか？どんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありません。ただこの江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その加害者に何の責任も負わせられなかった。法もそれを扱う人間も完全じゃありません。そこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は三越葉さん殺害の凶器発見まで休廷。続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう？了解しました。弁護側、異存はありません。さっき神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。それは私も同じです。探偵のことも侮っていた。何より私は思い上がっていた。真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった。感謝する。いえ、成長したな源田先生。鷹野検事は駆け出しの頃からずっと頑固者だ。一度言い出したら自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる。だから人に頭を下げるなんてことは異例中の異例なんだよ。やっぱり苦手ですよ、源田法律事務所は。二人ともよくやったな。お疲れ。八神さん、でしたね、八神先生。さすが桑名に見込まれただけのことはある。何しに来た？八神先生とだけお話ししたい。なんだ、俺たちお邪魔か？余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。お望みとあらばそれでも構わない。ここにいても八神さんを困らせてしまうだけですね。一月くらい前か、楠本さんに手紙じゃ。手紙にはなんて。相馬から聞いてるだ。桑名は河合信也の死体を書く。そんなものが明るみになれば我々としては河合の死体を書い。死体はもともと三郎一でも、先生は今そんな話を。先生からの手紙に書いてあなたと話せるようにしてほしい。桑名から。楠本さん、
どうぞ。江原さんの裁判、あの人は望んだ通り法に。桑名、公安があんたの位置を逆探知。いや、持ってるんでもいいんだ。何考えてる。捕まっ。だからそうならないように交渉してるんだ。楠本さん。はい。正直なところ、あなたに裏切られるとは思ってませんでした。でも、ミツル君が目を覚ましたんですね。だとしたら、河合を殺害した過去はあなただけの破滅にとどまらない。全てが明るみに出れば、ミツル君を人殺しの子にしてしまう。それは、それだけは避けなければならないんです。ええ、そうです。あなたはそれでいいんです。この先もずっとそうしてください。あなた方親子はすでに地獄を味わった。ミツル君を守りたいのは私も同じです。河合の死体はどこ。この電話を逆探知すればわかります。私は今あいつの死体と一緒にいますから。居所がわかりました。すぐ相馬を向かわせます。桑名、今どこだ。偉人町だよ。あの町から一歩外に出れば俺は無力だからな。他に行き場なんかない。桑名！河合の死体と桑名が片付いたら次は俺でしょうね。坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも。沢先生がそうだったように。あなたが選んだのはそういう道です。沢先生のことは満君にどう伝えるつもりですか。私のやったことじゃありません。沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがない。でもこの先桑名に起きることは予想できるんじゃありませんか。俺はむざむざあいつを死なせたりはしません。だから偉人町に向かいます。私が坂東に掛け合います。あなたを殺させたりなんかしません。だからもう余計な首を突っ込まないで。聞けませんよそんな頼みは。つくも桑名は今も偉人町だ。相馬が RK を引き連れてあいつのとこに向かう。それは確かですか。何か動きがあるはずだ。場所を絞っといてくれ。俺もすぐ偉人町に向かう。